武勲なき者、我が扉をくぐるに値せず、認められたくば戦いを重ねよ。何時らが百の戦いを制したとき、武勲なき者、我が扉をくぐるに値せず、認められたくば戦いを重ね。ここに記憶のかけらと祝福を与えよ。ノーザンブリア旧大公国における塩の杭による被害状況。並びに杭についての研究報告。アルテリア報告、風声症。母なる女神の身元にある意図尊敬すべき主婦。機密枢密内覧に限り本書の閲覧を許可す。ただし一部秘匿事項については文字を止まつせるものなり。杭出現の事件経過。七曜暦1178年7月1日午前5時45分ゼムリア大陸北部ノーザンブリア旧大公国、現在は自治州ハリアスク大聖堂より緊急の知らせあり。旧皇都ハリアスク近郊に雲をつくがごとき白き巨柱が出現との内容。報告者であるアレクセイ司教は痛く動揺の手。審問会の救命を受け隣国にて別の任務に当たっていた聖杯騎士2名、第8位法典士士と重騎士1名に同地への派遣が言い渡される。聖杯騎士は当時運用が開始されたばかりであった特殊作戦艇メルカバ8号機を借り現地へ急行。同日午前6時22分各手確認されたのが、現在塩の杭として知られている物体である。杭と名付けられてはいるが発見当初の全高は数百アージを超え、大地からそそり立つ巨塔とでも言うべき異様であった。当時の状況を聖杯騎士は以下のように報告している。皇都ハリアスク方面よりあられ混じりの猛烈な向かい風、やがてそれが氷でなく塩のかけらであることに気づく。物体の表面はすでに塩に覆われて見えず、周囲の大気は塩の微粉と化して沈降を続け、その様はあたかも桃源にしんしんと降る雪のごとし。塩化と呼ぶべきその現象の進行速度は凄まじく、被害は瞬く間に拡大し、聖杯騎士の到着した頃には旧皇都全域が塩と化し、逃げ遅れた市民多数、司教も含まれるの犠牲が確認された。
湿原から一昼夜、旧江都北部に広がる広大な針葉樹林帯が結晶化して崩壊。橋梁が落ち、主要な街道のすべてが通行不能となる。当時の元首バルムント大公はこの時すでに隣国へ避難していた。出現から2日、国土の約半分が潮の海と化す。ブレーブ川に遮られた南部地域へ住民の大多数が避難。出現から3日未明、ようやくエンクの進行が停止する。聖杯騎士旧江都ハリアスクの調査のため前進を開始。同日午後、聖杯騎士は潮の杭に到達するが、それは発見当初とは変わり果てた姿で見出された。塩化現象の中心地にて見つかった杭は全高わずか 2.5 アージュ余り。表面には何かにえぐられたような条痕が確認された。塩化現象の進行に伴って杭本体の質量が減少していったと推測される。中期終わり、大地を塩溶かす圧倒的な力は失われたとはいえ、杭本体には未だ塩化の能力が残っており、たとえわずかでも直に接触さえ持てば、どんな対象をも瞬時のうちに塩の結晶へと変えてしまう脅威を秘めていた。そこで聖杯騎士は本山より届けられた聖具グレイプニルの力を用い、非接触にてこれを回収。以後今日に至るまで塩の杭は本山奥深く厳重に封印されることとなった。かくて回収は無事に行われたが、杭が当国にもたらした被害は甚大なものだった。近隣諸国への被害は皆無であったものの、結果的に5つあった行政区のうち旧江都を含む3つが壊滅。諸外国からの旅行者などを含め総人口の実に3分の1にも上る数の命が犠牲となった。突如として降りかかった厄災は人心にただならぬ不安と恐怖を与え、信仰上の観点からも必要教会による事後処理が急務とされた。そこで審問会は直ちに統治の救済として各種人員の派遣を決定し、現地における礼拝堂の建て直しと心身に負担を抱えた国民の手当に注力。合わせて身寄りを失い孤児となった子供らについては福音施設にて身を預かり、その将来に至るまでを見届けることとした。なお一面を塩溶かした北部の地域は事件以降教会の厳正なる管理下に置き、一般人の立ち入りを一切禁止している。しばしの後、当国の元首であったバルムント元大公は国政の立て直しを図るが、近接の事態にあって自らの身の身を案じた元首にもはや権威はなく、翌年には民衆による武装蜂起が起こり、ノーザンブリア大公国は崩壊。後に選挙によってその代表を選出する民主議会が発足し、以降大公国は自治州として生まれ変わることとなる。またその際旧軍部は自警団として再編することになるが、貧窮の自治州にあって
その大半の者が早急なる外貨の調達を考え、結果北の傭兵と称される大規模な傭兵部隊が誕生することとなる。こうして事件は世俗的には結末を迎えたが、教義的な問題も含めいくつかの重大な謎が残された。そもそも杭はどこから現れたのか。数百アージュを超える巨大物体が都市の近郊に出現したにもかかわらず、出現の瞬間に関する情報は全く得られていない。空間転移に類する現象によって旧コート近郊に出現したと考えるのが有力であるが、あくまで類推の域を出ていない。さらに重大なのが杭の競技場の位置づけである。塩の杭は古代遺物とは一線を画する存在であり、より本源的な女神の創造の力の現れ、神門界闘神、そう考えざるを得ないのが現状での我々の知識の限界である。杭を七四方の一つと対比する説もあるが、聖典あるいは伝承との類似は特に発見されていない。これらの難問にいつの日か回答すべく、風星省管内では現在も杭の研究が続けられており、その中からは杭を女神からの恩恵と捉え、むしろ教会の使命に用立てる方法すら考案されている。杭の破片を高圧水流で加工した製具、現在最も実現性の高い計画である。塩の結晶で作られた筒を装着して用いることで、直接触れることなく杭を目標に投射できる。攻撃対象が人間であれば数秒で全身が結晶化して死に至り、いかなる手段を講じてもその蘇生は不可能である。杭の正体が解明されていない現状では、軽々しく用いるべきでないことは確かであり、人道的な観点からも問題は指摘されているが、しかし確実に抹消すべき対象が存在する場合には、極めて有効な制御であることをご記憶願いたい。研究は今後も継続して行われる予定である。本制具に関する追記。年月非公然活動に限り本制具の使用が開始される。年月抹殺に対し、神門会より使用の命下る。年、月、抹殺にて使用、暴眼より投射。結果は極めて良好。周辺への被害は皆無のまま。対象を完全に抹消することに成功した。中期抹消者に関しては、塩の杭事件の被災孤児以下略歴。七曜暦1180年七曜教会に入信。七曜暦1185年、風星省に入省、政務官に就任。七曜暦1190年、司教に少女。七曜暦1195年、
下兵と認定。破門。